はい、ということで今日はちょっとまたゲストに来ていただいているんですが、はい、どなたですか？どなたですか？雑な振り方だな。編集でうまいことつないでやってくれるみたいな。こんにちは、全人類と友達になる男、僕がミスター藤です。そしてパイロンです。全人類と友達になるの？なります。嫌いな人いないんですか？いっぱいだから友達になれない。で、どっちやねん。でも計算したら70億人1秒ずつあったとしても70億秒かかるんで、ちょっとこう無理やなと思ってるんですけど。70億人1秒ずつあったら70億秒とか当たり前すぎて、どんくらいなんかっていうのは計算せんかったんよね。何日何年だ。適当やな、そこら辺は。ちょっとコラボってこんなきついんだって。きついよ、たまにはね。何人ですか？アメリカ人です。アメリカ人。アメリカ人です。バイロンさん。バイロン、はい。バイロンさん、はい、珍しい。普通の名前はブライアンとか。それ聞いた、はい、聞いたことある。でもバイロンは珍しいんだ。自分の両親がなんか周りのマッチの名前で、えっ、バイロンタウンと言うんだ。バイロンの名前、素敵な名前だよね。じゃあそういう町出身だから、じゃあバイロンって名前。はい、小原新宿2丁目それはちょっと違う。一応フィリピン系のご両親になるってことですか？はい。でもアメリカで生まれる。そこがさ、日本にないよね。ちょっと分かりづらいよね。私アメリカ人ですって言ったら、うん、誰も信じてくれない。嘘。今もね、言ってるけど2丁目で聞くよ、そういう笑い方で。まあ、ところで今日はね、言語について話すねって。長いな。そうやろ。ずっとだからアメリカに住んでて、はい、YouTube とかやってたんですよね。はい、そうなんです。めっちゃ有名やったらしいのよ。300万人とか。はい、ジャストキリングフィルムズという会社なんだけど、一番人気なチャンネルはジャストキリングニュースという、はい、ニュースを取り扱うような。はい、そうなんです。ニュースでなんかコメディーのおもろさを目指すみたいな感じ。お笑い系やったんや。ちょっと皮肉聞かしたこと言ったり。そうみたいな。そうです。はい、なるほどなるほど。有名な YouTube やったってこと。そんなに過去形だ。そうやね、やめはったんよね。はい、そうです。いや、編集者としてやってた。でもたまに撮影の出ることがあるし、うんうん、だから私のファンを集めて何やかんやあって。ファンを集めて何やかんや。乱暴的なものを想像したからさ。制作もやっていたんだけども、ちょいちょい出たりとかしてるうちにファンとかも増えてきて、はい、ほんで自分でも YouTube やったりして、はい、うまくいっとったけど、なんでやめたんですか？でかい YouTube では向いていないと思ってて。そんなもう300万とかいたのに。隣のタピオカさんに行ったらファンにバレることがいっぱいあるし、だから最初はありがとうございます、見てくれてありがとうございますってなって、でも5年間経ったらちょっとしんどくなりました。プライベートな感じがないってことね。はい、だから私なんか家の方がなんか楽になりました。まああいにく。あいにくっていきなりすごい渋い日本語が出てる。ハイレベルジャパニーズ。私でも使わへん。ほんまやろね。それでじゃあなんで日本に来たんですか？それにも私のことなんか知らないから、バーでなんか楽でなんか飲めるとか。あはい、もし私なんかすごい酔っ払っていったら、写真を撮られたら絶対なんか Twitter と Instagram に載せられるそう。日本では僕のことはなんか全員知らないから、うえーって。じゃあもう逃げたってこと？アメリカから逃げたって。そう逃げた。逃げたわね、言い方はあんまよくない。次のステップに進んだ。お願いします。別にそんなの日本じゃなくてもいろんな国があるわけじゃないですか。まあそうですけど、私高校の時に日本語の学習が全然ダメでした。4年間の日本語は勉強しても頑張っていなかった。頑張って、はい、笑い声スタンプとかにした方がいい。販売した方がいい。で高校の時に、はい、日本語、まあ、あまり成績は良くなかったかもしれへんけど、はい、日本語を取ってたんですか？僕も知りたい。なんで日本語にしたの？なんで日本語にしてくれたの？言語としてそれめっちゃなんかセクシーじゃない？自分が大好きなのは日本語だけど、アジア系の言語はなんかめっちゃなんかセクシーな聞こえるから。どの単語が一番セクシーやと思うの？賢者、はい、モード。賢者モード。違う。そこで賢者モードが出てくるのがすごいな。日本語って難しかったよ、そのセクシーな日本語。なんで笑うねん。まだ難しいよね。ニュアンス的にはなんか全然わからない。私なんかテニスサークルで、僕にどう思いますか、そのテニスサークルで男がなんか多すぎひん？ソーセージパーティーみたいな。え、ソーセージパーティーは何でしょう？ソーセージパーティーはなんか男がなんか多すぎだったらソーセージパーティーって言うんだ。あ、そう、なるほど。でも1年経ったら周りの人が、あ、それはなんかダメと言われたから、え、そうですか。
なるほどな、はい、それ日本語の問題じゃないな、距離感の問題よ。日本でもソーセージパーティーって言うてもええねんけど、初対面で学校のなテニスサークルでソーセージタイムかっていうのはおかしいわ。そりゃ日本語の文法とか言葉とかがなんか英語と違ってここが難しい。いやいやいや、あーでもソーセージパーティー良かったよ。あ、ダメだ、絶対使われちゃうこれ。英語ではソーセージパーティーって言うってこと？バナナパーティーとか、タコパーティーとソーセージパーティーよく使う。タコパーティー、タコパーティー、女の子の多すぎのタコパーティー。女の子だから吸盤がってなるからってこと。アワビだとダメ？白ひげ。来週出さんでいいのよ。タコってでもちょっとエッチよな。こういう形ね。こうどんな形？こう。やらんでいい、やらんでいい。こっちのチャンネルのイメージが。なんとなくで、私たちは5歳から日本にいるから日本語がみんな外国の人って難しい難しいって言うねんけど、自分からしたらそんなに難しく感じないのね。文法として難しいってことはありました？文法順番難しい。私コンビニに行きました、私行きましたコンビニにって言いたくなっちゃうんだ、アメリカっぽく、はい、そうなんです。でも伝わるよ、学校でもな、先生うんこって言ったら伝わるもん。トイレ行くんやな今からって。先生私は現在便意を催しておりますとは言わないからさ。もう一つはその和とがの違い、まあ、全然わかんない。例えば私はとか、私がとか、全人類の友達に僕がミスターフジュー全然わかんない。確かに私はこの水が好きですと、はい、私がこの水が好きですって、なんか日本人もなんでどっちが正しいのって言われてもちゃんと説明できない気がする。いやだから他の誰でもなく私がこの水を好きなんですなのよ。でも和はみんなもそうかもしれへんけど、私はこの水が好きです、私がガッ、この違いよ。え、日本語の先生に向いてる。でも確かにあんまり普段意識しないもんね、日本の人もね、うん、あとカーがなくてもいいよね。疑問形ってカーつけたらなんとなくなるけど、お腹空きましたって言うといきなり質問になるし、何でもこう最後あーってやっとけば大丈夫みたいな。あーはちょっと違う気がする。これはコーヒーです。ちょっと違うかったな。漢字とかが難しいでしょ。難しい。そう、読み方がめちゃくちゃ変わるじゃないですか。あ、漢字を勉強した時にこれ漢字が役立ってるかどうか全然分からないし、この漢字がほんまに今後私が使うんだろうかっていうのが分からへんっていうこと、はい、そうです。だから日本語で言うとこの This is a pen もこんなにアホみたいに最初から覚えよるけど、はい、これ使うんやろか我々って。でも使わないよね。This is a pen とか言ってる人あんまり見たことないよね。あとパドゥンとかね。俺イギリスでは使うんだけど、でもアメリカのは使わへんの。でもそれ最初に覚えるんよ。パドゥン、なんでみんなパドゥンパドゥンって言うの。めっちゃ笑うやん。日本語の英語教育よこれ。使わない使わない、パードン。偉そうな人はなパードンなんですか。あ、そうなんや。え、じゃあえっていうのは、え、もう一回いいですかっていうのは何て言うんですか。 Could you repeat that please? もう一回。 Could you repeat that please? うんうんうん。いけてるやん。 Can I help you? うん。何をヘルプするつもりなの。何をヘルプするつもりなの。もう一つはなんかアメリカ人として I'm hungry と言うんだけど、でも日本語のはお腹空いた。主語を省略するでしょ日本語って、うん、でも英語は絶対に省略しちゃいけない。お腹空いたら誰ですか。そう、今思っちゃう。だって別に一人しかおらんかったらそんな問い詰めてもいい。お腹空いたーって言ったら誰ですか。誰がお腹空いたです。私がお腹空きました。僕すごい偉いなと思うのが、外国に来てそれでもちゃんと会話しようとするのが偉いなと思います。絶対自分も会話したくなくなっちゃう。恥ずかしいやんな。めっちゃどう思います。やっぱさ、こう外国の方を YouTube にいっぱい出して今お金稼いでらっしゃるじゃない。嫌だよ。それってやっぱり外国と日本の文化がこうちょっとでもつながりがあったりとか、日本の人が外国人ってこういう感じなんやなっていうのを分かってほしくてやってたりするってことですか。もちろんもちろん。同じ人間だから、だからそこもっと仲良くできたら楽しいなと思って。よく最近日本でどうなんやろうと思ってんのが、めっちゃ英語を学ばせようとするんですよ子供たちとかに。それはいいと思うの。英語学んだらより会話ができるから。日本語をおろそかにしてませんかって最近ちょっと思ってる。というのも母国語っていうのは人によって違うと思う。僕の中で思う母国語っていうのは、夜ベッドに入った時に人生について考えたり哲学を考えたりする時の頭の中の言語
が母国語だと思うの。自分もそうだったから、小さい時にあの親がトルコ系の言葉喋って、ロシア系のこと喋って、で日本に連れてこられて、うん、トルコ系、ロシア系、日本系、英語を喋るみたいな子もいるっていうので、結構日本語もちゃんとできてるか微妙だし、ロシア語もわかんないし、うん、全部こう中途半端になっちゃう。だから一回覚えといた方がいいかもね。俺はそう、母国語をおろそかにせんと英語を学んだり他の言語を学んだ方がいいなって思うのが一つと、そのもう一つが、母国語同士の会話じゃないと真の意味でのコミュニケーションにはならない気がしてて、うん、それに対しての回答とすると、うんうんうん、確かにもう科学的にも母国語のレベルより第二言語が超えることはないので、もちろん母国語のレベルは絶対に上げた方がいい、うん、そういうおっしゃる通りだと思います、うん、ただその違う国の人と母国語じゃないと喋れないってなっちゃうと、いつまで経っても友達になれない。だからそういう時のために、相手の文化だったらどういうことが常識でどんな考え方があるのかなっていうのを知っとくっていうのが大切だと思うんですよ、うん、ムスリムのね友達とかがたくさんいて、で一緒に行動してて、ちょっとお祈りの時間だから祈ってくるわって言って部屋の隅とかで祈ってたりする。最初は驚いたけど、それが当たり前なんだなって。でそれをなんかこう知ろうっていう姿勢がすごく大切で、その壁はもちろんあるけど、乗り越えられた時に自分の幅が広がるというか、うんうん、いやでも母国語同士のつながりみたいなものができることはほぼほぼ不可能に近いけど、諦めてもたらあかんやん。だから少しでも相手を知ろうと努力する姿勢があることによって、少しでもそれを近づけるためのチャンネルなのね。そういう文化とか考え方が違うことを伝えて、うん、少しでも多くの人が知ってくれたらなっていうことでしょ。感動して涙ね、言葉言葉言葉を失って失っているけど、まあ、そういうことですね。そういうことですよ。まあでも一つね、最近思ってるのはこの世は地獄ってこと。急に来たな。結局どんなにいいことをしてもね、悪い部分があったりね、なんとなくどこかでみんなが妥協し合って暴力とかがない社会みたいなが多分一番ええやと思うわ。択一的な正義とか絶対って他のところに反動かかるから、うん、チューブラリンが多分一番人間に近いと思う。いやそうよ、なんでカットやと思った。ここそんないいこと喋るチャンネルじゃないでしょ。何言ってんの。シモチャンネルすごいいいことしか言わないよ。大体シモネタ喋ってるチャンネル。違うよね。うんこと、アワビだとダメ。潮被害とか言う。私たちもねコラボさせていただいてますので、うん、概要欄の方にチャンネルを貼っておきますので、ぜひそちらの方をチェックしてみてください。